シャトーディフは、フランス南部のマルセイユから約4キロメートル沖に位置する、イフ島に築かれた要塞で、1540年から1914年までは、牢獄として使用されていた。日本語では、イフ城とも訳される。アレクサンドル・デュマ・ペールの小説、モンテ・クリスト博の舞台としても知られる。1926年7月7日に、フランス歴史的記念物で、 保護指定された。デューラーの手になる、博物画、祭1513年、インドグジャラート州のスルターンから、ポルトガルをマヌエル1世に、インド祭が送られた。1516年、この祭を、ローマ教皇レオ10世に送る途中、船をイフシ島に停泊させ、飼育小屋を作った。祭の物の珍しさから人々を集め、 フランス王フランソは一世もマリニアーノの戦いの基礎に立ち寄っている。ドイツ人画家アルブレヒト・デューラーは友人からこの蔡の噂を聞いて1515 15年木版画による博物画蔡を描いている。出港した後、蔡を乗せた船は嵐のためにジェノバ湾で遭難した。沿岸で見つかった蔡の死体は白製にしてローマに届けられた。 1681年のシャトーディフの立体地図、立体地図博物館の展示物。シャトーディフは海からの防御拠点とするために、フランスは一世の命令により、1524年から1531年にかけて建設された。1481年にマルセイユがフランスに占拠されたこともあり、市民への監視にも利用された。 シャトーディフの軍事的役割は防御ではなく、抑止であった。1531年7月、神聖ローマ皇帝カール・ゴ世は、マルセイユを攻撃しようとしたが、シャトーディフを見て中止したとされる。1701年、軍事技術者のボーバンは、シャトーディフの要塞としての弱点を指摘した。図解シャトーディフはそのことをという立地と付近の、海流から脱獄が困難であるため、 政治犯や宗教的犯罪者を収容する牢獄として利用されるようになった。この間3500人以上のユグノーがここに送られた。他、パリコミューンのリーダーであるガストン・クレミュが収監された後、1871年に銃殺された。またこの島は、1844年に出版されたアレクサンドル・デュマの小説、モンテ・クリスト博の中で、 主人公、エドモン・ダンテスが収監された場所として描かれたことで、広く知られることにもなった。観光客と、中庭、ポール・セザンヌ・ラメール・プレデール、エステーク、ル・シャトー・ディ・イフ・エ・ユーフォン、1883から85年の、油彩画。エスタックから海越しに遠望する、シャトー・ディフ。フィッツ・ウィリアム美術館所蔵。当時の牢獄では、身分や財産によって、 囚人の中でも扱われ方が異なっていた。貧しい囚人は窓もない地下牢に収容されたが、裕福な囚人は資金を出すことによって、簡易トイレや暖炉のついた個室に入ることができた。著名な収容者としては、オノオレ・ミラボーが知られている。なお、マルキド・サドも収容されていたと信じられているが、そういった事実はない。 その後、牢獄としての役割を終え、1890年9月23日から一般公開が始まった。1926年、歴史的建造物に指定された。現在、マルセイユの旧港から観光船が運航している。1800年に、カイロで暗殺された、ジャンバティスト・クレベールの遺体は一度フランス本土へ送られたが、彼の墓が共和制の象徴となるのを恐れた。 ナポレオンは遺体をシャトーディフに置くように命じた。これはルイ18世がストラスブールへの埋葬を許可するまでの18年間続いた。ありがとうございます。